日本東京都新宿区市ヶ谷薬王寺町市ヶ谷薬王寺町は東京都新宿区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は162-0063。新宿区の中東部に位置する。町域北部は市ヶ谷柳町に接する。東部は市ヶ谷加賀町に接する。南部は市ヶ谷中野町。 一ヶ谷本村町にそれぞれ接する。西部は川田町に接する。北西部は原町に接する。ほぼ中央を外苑東通りが南北に縦貫する。この外苑東通り沿いには高層建造物や商店などが見られるが、道路から離れると住宅地となっている。他に寺院も見られる。一ヶ谷村の一部で当初は旗元萩原市の屋敷地より、 元禄十四年に返納され薬王寺に給付、門前町を形成した。聖徳三年に町奉行の支配となって、市ヶ谷薬王寺前町と称した。薬王寺が市ヶ谷薬王寺前町に加えられたのは、明治五年で、この時合わせて、練習寺、長元寺、清江寺、臨床寺、明天寺、長政寺、市ヶ谷南寺町と、旗本、区外市他の旗本屋敷、 五千手組みをおなわち、東園寺墓所が加えられた。明治四十四年に前の字が取られ、現行名の市ヶ谷役王寺町となった。かつて陸軍大将、小玉玄太郎の自宅があった。地名は外苑東通りに面した三十番地三十三番地にあった役王寺という寺院に由来しているが、明治維新の時に廃寺となり、宝塔は文京区大塚の五国寺に移された。 現在当地に薬王寺という寺院はない。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道駅はないが、南部には都営新宿線の明け棒の橋駅が、北部には都営大江戸線の牛込柳町駅が、それぞれ利用可能な範囲にある。 薬王寺町町会公式 Facebook ありがとうございます。